湾旅手帳をご覧の皆さん、こんにちは。私はナビゲーターを務めます大久保真理子です。この台湾旅手帳では台湾のさまざまな魅力をご紹介していきます。日本でもよく知られている王道の観光スポットから少しマニアックな場所まで、一緒に台湾を散策する旅に出てみましょう。さて今回紹介するのは新竹県新浦鎮です。新浦の街は日本の観光ガイドブックなどでは紹介されることはそれほど多くはありませんが、歴史を感じさせる古い街並みやさまざまな観光資源を持った場所なんです。この小さな町には白化人という人々が多く暮らしています。白化人は勤勉で倹約家というイメージがある人々で、白化人の努力によりこの町は独特の発展を遂げてきました。この地方独特の気候風土が育んだ名産の干し柿も番組の中でもちろん詳しく紹介していますので、それでは新浦の町の小旅行に一緒に出かけてみましょう。多くの白化人が暮らす新竹県新浦鎮、域内の住民の 85% は白化人で、多くは白化語で生活を送っています。白化人の倹約さ、苦労に耐え勤勉な精神は新浦各地で見ることができます。新浦では毎年9月から12月の間、その独特な地理環境により一種の自然乾燥効果のある乾いた風が吹き、それは長山フォンと呼ばれています。長山フォンが吹くところはまるで巨大な乾燥機が回っているようになります。このような地理的環境や気候状況は干し柿を作るための日干し、乾燥、脱水などの条件を満たしています。そのため新浦で作られる干し柿はいい香りとその弾力で台湾中で知れ渡り、この地は干し柿の故郷と呼ばれるようになりました。今回の台湾の風景を伝えるまちまちシリーズでは、干し柿の故郷新浦と題して、皆さんを台湾の中でも多くの白化人が暮らす新竹県新浦鎮の白化文化の旅に招待したいと思います。この地はかつてパーリー湖と呼ばれていました。平埔族の農耕地だったんです。その後清王朝の建立49年1784年に白化人たちが次々と広東や福建から移り住んできました。19世紀初期には新浦の町は徐々に発展し、砂糖、茶葉、樟脳といった三大換金作物の集散地になっていったのです。新浦鎮は新竹県の東北に位置し、東西約 16km、 南北約 10km、 総面積 72.19 平方キロメートルの土地で、人口は約35万人。台湾の中でも白化人の割合が相当高い自治体です。この地域は白化人の社会の本質を色濃く残しているほか、古い家屋が台湾で最も多く残っている場所でもあります。旧暦1月15日のランタンフェスティバルで行われるストリートパレードや、7月中旬の義民節のイベントなどは白化人が100年にわたり行ってきた文化イベントで、白化人の素朴さを余すことなく伝えています。新浦の域内にはどこまでもロマンチックな田園風景が広がります。
シンポ珍訳所は、訪れる観光客がこの地の最新旅行情報を得られるようにビジターセンターを開設し、200坪に及ぶビジターセンターにはビジターシアターが設置されており、中国語、英語、ハッカ語の3つの言語で新浦の歴史を紹介しており、訪れる人々はわずかな時間で新浦についてより一層深く知ることができるようになっています。またその他にも義民文化館も設置されています。その内容は清王朝時代に起こった林宗文の乱、大長春の乱という2つの反乱事件の際、この地の人々が反乱から守るために義民組織を作ったことに起因し、朝廷により朝廷を助け反逆を平定した義民であるとの称号を受けたというものです。時の皇帝建隆帝より忠義を示したという意味の褒忠という偏額が各集落に送られ、反乱事件の際に金銭を提供したり尽力を尽くした義民が称えられました。この事件の詳細は義民文化館にて、褒忠使の詳細を詳しく解説しています。その他にもビジターセンターでは様々なものが展示されています。新浦地区の3つの通り、6つの省慶、9つの氏族の霊廟、歴史、人文、地理、風景、このほか特色、発火、米食文化などを豊富な展示物で説明しています。新浦の特色を知るにはまずビジターセンターを訪れるのがいいでしょう。新浦の町の中心部には三寺へ、両山、長尊寺と呼ばれるこの町の歴史を象徴する場所があります。三寺へとは古い町並みを通っている三本の通りのことで、この道沿いに歴史的建築物が点在しているんです。両山とは三本の通りをつなぐ6つの小さな路地のことを指します。そして長尊寺とはこの地域に点在する大きな歴史的建造物のことです。これらを見ていくと新浦の現代につながる歴史が分かって非常に興味深いのですが、ここでは主に両山と呼ばれる6つの小さな路地にフォーカスしてみましょう。6つの路地にはそれぞれ名前が付けられており、かつてツバメが飛び回っていたツバメ、かつて灌漑用水路だった大水、学校から伸びていく多くの学生が学校をサボって逃げ出すときに使っていた東学など、路地はその名前から新浦の町の人々の生活が想像できて面白いですよね。戦いと名付けられた路地からはこの町の悲劇の歴史を見ることができます。1895年日本と清王朝が戦った日清戦争の結果、下関条約が結ばれ台湾は日本に割譲されました。1895年から1945年まで台湾は日本時代に入るのですが、それはあくまで日本と清王朝との条約であり、当の台湾の人々の意見が反映されていたものではありませんでした。そこで台湾では日本の統治下に入ることを良しとしない人々による武力抵抗が各地で相次ぎました。ここ新浦の町も例外ではなく、1895年8月に日本軍を迎え撃つためにこの路地に射撃隊を設置し、侵入してくる日本軍を発見すると新浦の町防衛作戦の最初の拳銃を日本軍に向けて撃ったのです。そして武力衝突が起きた後、新浦の町は日本軍によって焼かれてしまいました。その戦いの舞台となった射撃台のあった場所が戦いの路地として残っている場所なんです。ランタンと名付けられた路地は古くからランタンフェスティバルを行っていたことから名付けられました。
最後は漫画という名称が付けられている路地です。この場所とは新浦出身の漫画家陳帝国にちなんで名付けられました。陳帝国氏は日本時代の1923年にここ新浦で生まれ、8歳の時に新築州図画コンクールで優勝、11歳の時には新高製菓というお菓子企業の主催する漫画コンクールで特優賞を受賞するなど、子どもの頃から絵の才能を発揮していました。そして戦後には彼は生活のために公務員資格を取り、新浦鎮役所に就職した後、新浦国民学校と新浦中学校の美術教師として就職。その後は漫画を描き続け、1999年に77歳で亡くなるまでの間に2000冊以上の作品を描いた台湾の漫画のパイオニアとも言える人なんです。多くの作品は古代中国の話がテーマで、特に彼の描く女性は中国の伝統衣装に身を包んだ小さい顔、一重のまぶた、小さく可愛い口を持つといった古典的な東方美人が特徴です。さて、これらの6つの路地を紹介してきましたが、実はこれらの路地には非常に美しい絵が描かれているんです。タイル絵になっているものもあれば、直接絵が描かれているものもありますが、どれもカラフルで美しいんですよ。日本軍との戦い、ハッカ独特の花粉の中で伝統料理を作る男性、山々をバックにした農村風景、米の収穫で喜んでいる女性など、どれも生き生きしていますよね。それぞれの路地は短いのですが、壁一面に貼られたタイル絵や綺麗に描かれた絵は非常に写真写りが良く、多くの人々がここで SNS 投稿のための写真などを撮ったりしています。新浦の古い街並みは非常にコンパクトではありますが、このようにさまざまなストリートアートに出会えるということで、ぜひ訪れてみてくださいね。きっと新しい発見があることでしょう。新浦鎮役社は西郊街、和平街、中西路に 2.6km に及ぶ、八花の美食も楽しめる3つの通り、6つの小径、9つの氏族の霊廟を結ぶ環状道路を建設し、訪れる人々が新浦の素朴さや住民の温かさに触れられるようにしています。新浦には100軒を超える古い家屋があり、また台湾で一番の数を誇る氏族霊廟があります。これらは半家の古い家屋、龍家の霊廟、龍家の総堂家屋、そして勝利家の川岸にある文学家呉濁流先生の宮廷などです。四徳堂は三光院の建築で、建築の様式、空間などは八花人の文化の美しさを表しています。新浦の街を歩くと、氏族の祠堂や霊堂などを見ることができ、これは台湾で一番の数を誇ります。1861年に建てられた半家の古い家屋は、門は福建泉州の石で作られており、二重の外壁を持つ三号院の建築です。厳重なセキュリティ体制は台湾ではあまり見られないものとなっています。1864年に建設された龍家の霊堂は、風水に基づいた造りで、建築物の多くが塩ビ式の屋根を持っていることから、この場所は3つのものが多い場所として知られています。変額が多く、龍家の人々は手柄が多いという意味です。1781年に建築され、日本時代に改築された素朴な造りの龍氏総堂家屋は、三号院と四号院を組み合わせた古い家屋で、
台湾八ヶ式様式の模範ともいえる建物です。八ヶ人が多く暮らすシンポチンでは、豊富な文化や人文といった要素や八ヶ人の持つ苦労に耐える精神が、この地を自然あふれる素晴らしい場所としています。かつて進歩の人々の夢を育んできた日本公園は進歩の歴史とともにあり、またこれからもこの地の人々を未来に向かって発展させる場所なのです。これから都会の喧騒から逃れて、黄金の回廊とも呼ばれる小立径の美しい景色を見てみましょう。透き通った清流や巨峰の木造参道などは、帰るのを忘れさせるほどの素晴らしい場所となっています。小立径の両岸には緑の木々が立ち並び、油切の花が咲く季節には咲き乱れる白い花が山々をまるで雪のように覆い尽くし、絶好の花見の場所となります。巨峰農場は黄金の回廊の名を持つ小立径の南側にあります。景色は美しく、都会の喧騒とは無縁の場所です。山々に咲き乱れる油切の花を鑑賞できる絶好の場所でもあります。毎年巨峰農場は春になると一列に植えられている黄金農禅が花咲き、桃源郷のようになります。徐々に廃れていった炭焼き釜は、観光地区ではまだ残っており、昔からの進歩の人々の生活を見ることができると同時に、この地の人々の素朴で簡単な生活を残すものとなっているのです。進歩にある100年の歴史を持つ長老教会やカトリック教会、そして同じく100年の歴史を持つ義純小売店、そして忠美茶室、伝統的な市場などは、この地に住む人々の生活の営みの中でなくてはならない場所なのです。進歩鎮は典型的な八ヶ集落であるだけでなく、農業特産品も豊富に揃っています。梨や干し柿、みかんといった進歩の産法の他に、この地で多く生産されているオレンジペーストや八ヶきしめんのパンティアオ、八ヶソーセージなどもこの場所の名産食品です。進歩地区の梨の生産は南平、北平、太平家、観光、小門、九九湖などで行われています。多くは公設栽培で行われており、実は丸くツヤがあり甘いものができます。進歩の農民たちの努力と計画的なマネジメントにより、進歩の梨は台湾北部で非常に有名になったのです。進歩地区で現在最も人気を集めている新しいスポットは雲霧砂丘です。広大な敷地に広がる雲霧砂丘は、土地開発事業の一環として建設されている空間なんですが、緑の丘や様々な草木、そして30種類にも及ぶ鳥類が飛び回る楽園となっています。高台からは関西の街や進歩の街を一望でき、夕刻には綺麗な夕日を楽しむことができます。また足湯やレストランなども完備しています。ここは土地開発とは言っても、自然と一体となってゆっくりと心の落ち着きを保てる空間づくりを念頭に置いています。それではこのエリアの人気スポットを紹介していきましょう。ここでは日本の有名建築家隈研吾氏がデザインした建築物が非常に人気なんです。隈研吾氏といえば、日本が世界に誇るデザイナー建築家で、その作品の多くには木材が使われ、
和のテイストが特徴的です。この空間を意識した作品は立体感にあふれています。彼の代表的な作品はとても多いのですが、台湾でもよく知られている建築物で言えば、日本の新国立競技場や東京にあるサニーヒルズ南青山店、高架のスターバックス太宰府天満宮店ではないでしょうか。サニーヒルズ南青山店やスターバックス太宰府天満宮店は木の柱が緻密に組み合わされており、内部は光に包まれる穏やかな空間が特徴的ですね。雲母山宮に入るとまず目につくのが、その隈研吾氏デザインの大会積み木概念館です。これは木造の三角形の積み木を1472個積み上げて作ったピラミッドで、2018年台中で開催された花の博覧会で展示されていた作品を移築したものです。光が差し込む三角形の積み木でピラミッドを作ることにより、内部まで光が差し込み、木材の光と影が見事なコントラストを作り出しています。これは雲母山宮の土地開発はただ建物を作り並べ本来の土地の形を変えてしまうのではなく、土地と空間を重視した開発を行う象徴としてエリアの入り口に設置されているものです。ちなみに台中の花の博覧会で展示されていた半年間で60万人の人々がこの積み木概念館を見に来たそうです。山に登った奥にあるお寺雲水館も隈研吾氏がデザインしたものです。このお寺は178編のアラスカヒノキと3700枚の日本の銅瓦が使用されています。雲水館は不思議な屋根の形をしており、東洋の宗教建築の核心ともいえる建物で、屋根が壁や門の代わりを果たしています。これは門や壁そのものを取り払うことで心を大自然と共鳴させて、環境に順応して清らかな信仰心を培うことができるという考えに基づくものです。実際外から眺めたり中に入ってみると、全てが立体的で自分が非常に不思議な空間にいる気分になります。このような日常の中にある非日常な空間にいると、心を空っぽにして純粋に自分に向き合えるような気がしてきますね。園内には他にも遥かネパールからやってきた薬師如来や建築家西田治氏の設計した足湯の建物など見どころが非常にたくさんあります。さまざまなスポットが広いエリアに点在しているので、大自然の中を散歩しながら歩いていくと半日たっぷりと楽しめる場所です。現在週末しか一般開放されていない雲母山宮ですが、自然の景観やレベルの高いそれぞれの建築物などを散策しながら心を落ち着かせるのに最高の場所と言えるのではないでしょうか。みかん王国で知られる新浦では様々な柑橘類が栽培されており、ポンカン、タンカン、マーコット、オレンジ、ハイリカンなどがあります。主要な産地は宝石、内立、ゴホなどのエリアです。この地の柑橘類は黄金色をしており、酸味の中に甘みがある独特の風味でお土産として喜ばれています。たくさん作られているオレンジペーストは酸味の中の甘みと広がる香りで、料理のアクセントとして用いることにより風味豊かな食事が楽しめます。ハッカソーセージはスモークソーセージを意味するイエンチャンとも呼ばれており、新浦には100軒近いバンティアオのお店があり、休日になると多くの観光客がバンティアオを求めて新浦を訪れます。これは熱々の出汁の濃いスープにもちもちのバンディアオが入る発火のグルメなのです。新浦の観光地区に入るとこの地は特別な気候を持つ場所であることに気づくでしょう。気
候が乾燥しており、ジョージャンフォンが吹き荒れる中、天日干しされている干し柿が豊かな風味を放っており、多くの観光客がその様子を写真に収めています。観光地区には干し柿専用エリアがあります。また干し柿の他にも、最近は柿の葉の砕き汁を使った柿染めも生まれました。柿染めで出る色は赤に近い褐色で、立体的な絵柄も染め出すことができ、新たなアートとして注目を集めています。新保は干し柿の故郷と呼ばれるだけあって、干し柿の歴史は非常に古いのです。柿は保存時間が短く、倹約の精神がある発火人たちは古来の方法を用いて干し柿を作ってきました。また新保は毎年中秋節を過ぎた頃から冷たい東北の季節風が吹くようになり、そのため毎年旧暦の9月から吹き始めるこの風を、9月から吹く風という意味のジョージャンフォンと呼ぶようになったのです。風は干し柿を作る上で脱水や乾燥作業に欠かせないものです。そしてジョージャンフォンは天然の乾燥機となります。柿の収穫は毎年旧暦9月頃に行われています。収穫した柿は加工工場に運ばれ、ヘタが切り取られます。柿の皮を剥くときは皮剥き包丁で同じ場所を2度削るのはご法度ですし、剥いた皮の厚さは一定でなければなりません。そうしないと柿の皮が傷ついて腐ってしまうのです。現在では柿の皮剥きはほぼ機械によって行われているので、素早く正確な皮剥きが可能です。皮を剥かれた柿は渋みが取れるほか、柿の実がすぐに脱水を始めます。そして柿のヘタの部分が下になるようにして丸いカゴにきれいに並べていきます。その後カゴを屋外に準備した棚に並べて3、4日間天日干しにすると、徐々に柔らかくなり始め、色も黄金色から褐色へと変わります。この時職人さんが手に取り、手で柿を平たくするように押して、その後ひっくり返して干すことで、柿が平たい餅のような形を維持するようになります。干し柿の作り方としては、柿を選んでヘタを取り、皮を剥き、外で干し、いぶして押して餅型にして、外で干し、また押して、また乾かして、最後にまた押して、またいぶして冷凍保存します。これら一年の工程には7日から9日間かかり、また複雑な大変な作業になります。ランタンフェスティバルも古い歴史を持ちます。日本時代の1930年、昭和5年1月26日に新保では最初のランタンフェスティバルが行われました。台湾全土で行われるランタンフェスティバルですが、新保のものは歴史が最も古く特色があります。2020年の空を迎えると題されたランタンフェスティバルの前夜祭は2月7日午後5時に新保鎮鶏文広場で行われ、1000人もの人々が松明を持ってパーリー粉を練り歩きました。住民たちは家族を伴って参加し、この100年にも及ぶ伝統イベントで新保のあらゆる街角がにぎわいました。午後7時30分には役所のイベントセンターで前夜音楽祭が開かれ、
進歩が誇る音楽家ライ・インコー教授がバイオリン演奏を披露しました。レベルの高い音楽演奏に進歩の人々は感動を覚え、この地の芸術文化レベルがさらに上がったことを実感しました。この市街地中心部に非常におしゃれな歴史的建築物があります。それが反金河宮廷です。この建物は和洋折衷の建物で、日本式建築のベースを持ちながら洋館のような佇まいを見せているシックな家屋なんです。これは地元の名士反金河が1935年に建てた家屋です。家屋の設計は反金河が自ら行い、ローマ式の柱、日本式の屋根や畳の寝室、倉庫は台湾式と様々な建築様式を取り入れています。すでに90年以上の歴史を持つことの建物の内部では、当時の写真、日本時代の学校の賞状、八角式の装飾など、歴史的の価値の高い建物が数多く飾られています。庭には木製の木が植えられており、表通りを歩く人々がこの家屋の前を通った時、ほのかな木製の香りが楽しんだということから、景観園と呼ばれていました。そして現在では反金河宮廷は地元の八花料理を楽しめるレストランとして人気を博しています。早速いただいてみましょう。テーブルにはこの家屋のトレードマークとなっている木製の花と蜂蜜で味付けされた水が置いてあります。八花料理の代表ともいえるきしめん、パンティアオはもちもちとした食感と野菜や肉の甘みを同時に楽しめる一品です。パンティアオは焼きうどんに似たような食感ですが、うどんではなく米粉を使っているのがヘルシーなんです。茹でた豚肉にオレンジペーストをつけていただくのがジンジーパイロー。この八花風オレンジペーストはとても酸っぱく、多少の苦味もあり、味付けがされていない豚肉の淡白さに非常に合います。特にオレンジペーストが肉の持つ独特の匂いを消してくれるので、後味が爽やかです。八花の綺麗な花模様が入ったランタンが飾り付けられた部屋、レトロなポスターや家具が置かれた部屋など、雰囲気たっぷりの部屋で八花料理を楽しむのも進歩の旅の思い出となることでしょう。ここは進歩の干し柿の里と呼ばれています。 VTR でも紹介された通り、進歩の観光地区には多くの干し柿農家が立ち並んでおり、ここでは秋の季節には干し柿工場を見学したり、工場作りたての干し柿を購入したりすることができます。干し柿の製造には非常に手間がかかるのは先ほどの VTR でも紹介された通りですが、ここでは様々な作り方で干し柿を作っている農家があります。そのうちの一つが炭火焼きの干し柿です。大きな炉で余熱で3時間いぶし、天日干しもするといった工程を7日間続けて作られる干し柿は、果物の持つ酵素がそのまま残り、果物の香りに炭の香りが特別な風味を添えてくれます。いぶした干し柿は天日干しの干し柿に比べて保存時間が長くなるんだそうです。天日干しの炭火焼きの干し柿を比べてみると色が全然違いますよね。柿の甘みを十分に堪能できる干し柿を進歩でぜひ味わってみましょう。2月8日夜6時、
進歩のランタンフェスティバルストリートパレードが始まりました。域内の各学校、町内事務所、地域発展協会、企業チームなども参加し、このストリートパレードは自治体を挙げての催し物となりました。域内の人々はこのパレードのために手作りのランタンを準備し、今回のランタンパレードは以前とは違ったものになりました。2キロにわたるランタンパレードを見ようと数万人もの人々が集まり、進歩ランタンフェスティバルパレードは住民たちにとって忘れられないものとなったのです。進歩地清水里にある分水港フォレストバードガーデンは広い面積を有する場所です。園内に入るとまるでヨーロッパにいるかのような気になります。そして鳥たちが飛び花香る庭園はそのすべてが美しい景色を見せています。園内には多くの子どもたちが喜ぶ施設が置かれています。砂場、岩登り、大型の滑り台、室内遊戯場などは子どもたちが疲れを忘れて遊び回る施設です。子どもたちが時間を忘れて遊び回る姿を見ると、ここは彼らの楽園であることがわかります。園内にはたくさんの鳥たちが飛び回っています。猛禽、水鳥、オウム、小型の鳥、そしてオラウータン、テナガザルまでいます。毎日園内では定時ガイドサービスが行われており、園内の各種鳥類の特徴を紹介しており、訪れる人々は檻の外からだけでなく、決められた時間内には檻の中に入り、さまざまな猛禽類を近距離で見ることができます。フォレストバードガーデンでは美しいさまざまな鳥たちだけでなく、美味しい食事やアフタヌーンティーも楽しめます。庄文アグリカルチャーディストリクトは九九湖エリアの美しい連なる山々を楽しめる場所です。景観を楽しめる歩道、あずまや、円王湖などは都会の喧騒を離れ、登山やトレッキングを行うのに適した場所です。九九湖は植物の種類が非常に豊富な場所です。カラフルなヒノキ科の落雨症の木や、秋になると一面花を咲かせるススキなどは一番人気の植物となっています。落雨症の四季折々の景色を堪能するためには、ぜひ庄文を訪れましょう。もみじとヨーロッパ建築の農場の組み合わせは異国情緒にあふれ、まるで外国のいる気分になります。九九湖の九福歩道は、かつては庄文の人々が農作物を運ぶための道路でした。地形は平らで風景は美しく、まるで桃源郷のような場所です。花が咲き、木が生い茂る鎮慶農場の隣にある採血歩道は、稜線に沿って作られた石段の歩道です。草木の種類が非常に豊富で、山の下には田園風景が広がります。
庄文太平地区の千竹花レジャーファームでは、渓谷が連なり山々の美しさを楽しめる100年の歴史ある古道が整備され、三合院や石を積み上げたアーチ橋など、古い農村の生活形態を見ることができます。高架波や中高歩道を歩けば、気力体力の限界に挑戦できるほか、付近の千竹花キャンプ場では池を取り囲む楽雨礁のカラフルな様子を楽しめたり、原生植物のミレッティやピンナタやクスノキなどの数十種類の植物を楽しむことができます。この場所は休日に訪れるに適しているほか、新保に来たら必ず訪れるべき場所となっています。今回の台湾旅鉄を干し柿の故郷新保はいかがだったでしょうか。新保の街は古い街並みがコンパクトにまとまっているほか、街中のさまざまなところに観光案内が設置されており、非常に分かりやすく整備されている印象ですね。さまざまな発火料理や干し柿といったデザートも揃っていて、日帰り小旅行で行くのにとても適している場所です。皆さんも新保の街歩きをぜひ楽しんでみてください。それでは次回もまた台湾の旅を台湾旅手帳で続けていきましょう。ナビゲーターは私、大久保真理子でした。ではまたお会いしましょう。バイバイ。